今日は、久々の静学出身対談ということで、今タイで大活躍中の伊藤龍馬選手に来てもらいました。絶対使わないのこれ。伊藤龍馬選手はですね、まあ、ちょっとざっくり僕の方からね紹介させていただくと、小学校どっかで、中学校もどっかで高校静学、大学国士舘、その後大卒でいわき FC、 その後タイ2部で昨シーズンやって、今シーズンからタイ1部ということで。じゃあサッカーいつから始めました？サッカーは年長からですね。はよ、小学校は、はい、なんていうチームですか？最初小1の頃は入ってなくて、多分小3から高山小っていうところの少年団でやって、はい、で、はい、小4くらいから長泉アミーゴスっていうクラブチームに入らせてもらいました。小1小2は何、自主練みたいな？時の住処のスクールとか。あ、もうスクール育ちなんだ。あと自分で家でボールを蹴ったりとかして。なるほど。小山少年団、高山ね、うん、高山、うん、少年団からその長泉アミーゴスに移籍した経緯は、高山小の時から、まあ、トレセンに入らせてもらってて、ほう、で東部トレセンのところで、うん、もう大体長泉アミーゴスの子たちが多くて。あ、じゃあそこがもう主力なんだ。その主力組にアミーゴスプラス俺で仲良くなって、うん、長泉だから20分くらいで行けるんだよ車で、だから、うん、もう来ちゃいなよって言われて、うん、で小5くらいで行ったね、うん。なるほどね、うん。選抜歴とかは、今トレセンって話だったけど、東部トレセンとか、うん、まあ東部支部の1個上のトレセンとか入ってた。まあナシトレとかケントレとか全然入ってなかったし、うん、かすりもしなかったね。え、東部の中では結構あれ、うまかった？東部の中だったらまあうまい方だと思うけど、うん、まあアミーゴスにも何人か俺よりうまいやついて、うん、であとやっぱアスルとかには、うん、結構いたから。中学はどこ行ったんですか？中学は、昔はジュビル沼津アンダー15ってところで、うん、今は名前変わっちゃって、うん、アスルクラブ沼津アンダー15かなのところで3年間やらせてもらいました。それはどうやって入った？セレクション？セレクションだったけど、アミーゴスからやっぱり結構行くから年に2人とか、うん、で一番うまい子と、うん、俺がもう目をつけられてて、セレクション多分やったんだけど、そビブスの番号でもう大体分かるな、うん、セレクションって1番と2番のやつ大体受かるっていう感じで、その当時は、うん、俺は2番で、うん、同じチームが滝雄太っていう今エスパで、うん、山が行った子と同じチームだったことは覚えてる、セレクションで。もうエスパとかジュビロとかの下部組織に比べたらレベルは高くない？いや、けどその時東海リーグに所属してて、1個上がナショトレとか6人くらいいたから、うん、あ、じゃあレベル高かったんだ。そう、レベル高かったし、東部の中だったらダントツで1番だったと、下の学年と上の学年で分かれてて、お、中2の頃は中1の子たちとやるか、うん、中3の子たちとやるかなんだけど、お、俺は多分 ね、練習の日によって呼ばれたり呼ばれなかったりとかしてて、で俺はまあ、身長もちっちゃかったし、うん、結構下の年代とやることが多くて、うん、でたまに練習で呼ばれてみたいな。じゃあ、うん、小中はなんかエリートっていうより一つのちっちゃい町の中のエリートぐらい。東部ってさ、うん、やっぱさイメージだとさ西部中部の中やっぱ強いじゃん、うん、トレセンとかやって、ね、これ多分静岡県民わかると思うけど、東部ってなんか田舎感あってさ、うん、ケントレとかの人数もめっちゃ少ないじゃん。中部の方特に、うん、上も強いっていう風に感じた小学校が、うん、東部の中ではもう全然負ける気がしなかった。なるほどね、うん、ジュビロ沼津 U15 時、うん、かぶっててさ、プロになった人とかいんの他に？上の学年成し取り6人ぐらいいたんでしょ？6人いたんだけど全員多分プロになってないかな。1人だけキーパーで、うん、今多分 FC 大阪にいる人だけかな、まあ、結構ユースとか、うん、に行ったんだけど、浦和とか京都サンガとか、うん、行ったんだけど、そこからまあ話は聞かない。なるほどね、うん、中学の時の選抜歴は？静岡県選抜みたいなのがあったんだけど、あるね、仲間と被ってないから。そうなんだ。だから多分最後の最後滑り込んだって感じだけど、けどね、いなかったね全然。滝とかもいなかったし、ただ、ね、主力なメンバーいなかったから、なんか中3の、そう、多分前期でみんな多分辞めてんです。エスパとか、うん、で静学もいなかったし、いないね。ホンダ、うん、俺らジュビロ
のメンバーだけだったから、主力ではないメンバーの県選抜には入った。なるほどね、うん、で、まあ高校、地図学に行った経緯を、うん、ユースあんの？そのジュビロ沼津 U18？ いや、その時はなかったね。あ、じゃあみんなもうどっか行くんだ。そう、で俺はもう決めてたからずっと地図学って。それはなんで？もう小学生の時から地図学に入りたくて、で中学校に入りたかったの、地図学中に。あ、そうなんだ。まさきと一緒じゃん。そう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 。中学ってなると、うん、やっぱ俺御殿場だから家遠いし、1時間半電車通学かかるし、寮がないもんね、中学は。 それプラスあと勉強があったじゃん。勉強もめっちゃやってたんだけど、うん、全然無理で、うん、でやっぱその2つ重なるとね、プレテストみたいな受けて行ったけど、まさきと全く一緒やん。もう無理だと思って。あいつもプレテスト受けて諦めたらしい。高校じゃあもう静学行ったか。ほぼ静学受けて、もうそうで、オファーとかは何もなかったから、うん、一般で一学年に大体さ、マジ10ぐらいはさ特待があるじゃん、推薦で、うん、それ推薦でもうちょっとあるでしょ。15ぐらいいる。うん、多分多かった。 C とかまであるじゃん。そうそうそう、 S、A、B、C。 そうね、今はちょっと分かんないけど、うん、そこに何も引っかからずってことでしょ。何も引っかからなかったね。ケントリーには入ったのね。そうだけど特待取れないっていう。でも今の雫なんてもっと厳しいからさ、俺らの時はね、ほんと誰でも入れたもんね。テストさえ受かればサッカー部入りますって。めちゃくちゃいけない人、うん、なるほどね。で俺らの学年は大体60人ぐらいいたじゃん。ぐらいいた、ね、どう、最初入った時の雫学の印象。いや、まず入った時に、うん、その俺だけめちゃくちゃ遅くて、3月くらいから始めてたでしょ、確か。ちょっと覚えてんだけど、3月くらいに外部生だけ面接行ったじゃん。あった、ね、それさえも入れずに、でそれすらも知らなかったの。その時からなんかもう負けてる感が。そう、なんかやばいやばいみたいな。で寮も空いてないから、うん、その意識寮っていう、うん、その一貫生と、そう、なんか卓球部とかね。そう、なんか寮もなんかあるんよね、ランクが。あるあるある。で、一式寮って一番なんか言い方悪いけど期待されてないというかさ、なんて言うんだろうね。そうね、一貫生が入る寮プラスいろんな他の部活が入ってるから厳しくない。厳しくない。期待されてる選手たちはやっぱ各学年の主力がいるとこにぶち込まれて、先輩にこうきつ叩かれてみたいなのあるけど。そうね、サッカー部だけの寮だったね、うん、2つは。でマジで入れず4月から入っての。外部生が2人だけいたんだけど、うん、その子たちはもう3月くらいから入って練習してんの。おお、面白いのがその意識寮っていう寮の寮長が、うん、なんかその外部生の2人なんか初心者の子が入るから、なんか面倒見てあげてみたいな。あ、寮までの初心者だ。初心者だと思ってて、その4月に入るからで、入った時にもうみんな来てくれて、なんか多分初心者だと思われてるから部屋に来てくれて、みんなで、その次の日に、うん、そう、ヤタグランドに行って、で、顧問の先生に挨拶したら、うん、で眉毛が細かったよね。あったな。そう、それで、あったみんなの前で怒られて、もう1ヶ月くんなって言われて、おあったわ。わぁ、俺これどうしようと思って、一回帰ろうと思ったんだけど、ここで帰ったら終わるなと思って、俺が 眉毛細くしたわけじゃないよ。その、まあ、徳屋の人が、なんかちょっと細くなっちゃって、まあ、徳屋の先生が、そうで、そのこと言ったら終わったっつって、今回は大丈夫だっつって、その後からもう俺ハマってたね。もうそこからハマってた、スタートは最悪だって。1年の一番下からスタートだった。でもね、なんか A、B ってあるもんね。 A、B でしょ。 C ぐらいだったっけ。 多分 C からスタートだったよ。で、まあ高1ルーキーリーグって多分一番最初にあるじゃん、うん、その1年生の大会として。うん、ルーキーリーグとかどんな感じだった。え、けど最初出てなかったよ、ルーキーリーグ。最初俺ね、覚えてんのはハサキだっけ。ハサキ、あ、そう、1年、そうだね、ルーキーの前に。俺そっち行ってないもん。ハサキ遠征 A 行ってなくて、 B の俺静岡の時の住処でやる方で出てた。で、中野とかとプレイしてないもん、その子で。そう、してない、してない。え、多分俺タツキとかマサキともプレイしてないです。してないと思う。ヒデアツとかね、あの辺なんか怖かったの、ちょっと最初。じゃ、ヒデアツは同じ寮だったからだったけど、タツキとか、うん、タツキもクラスマジだった怖いはないでしょ、別に。いや、なんかね、けどね、大輝ぐらいでしょ、怖いの。うん、大輝ちょっと怖かったあれ怖くないって言ってるやついないか。怖かったね、なんかね、疎外感感じたね、最初。なるほどね。キャスリカの遠征で、まあ、めちゃくちゃ活躍して、うん、そう、B から、バーって上がって、うん、そうだね、練習試合でなんか入ってきた。俺、そのイメージある。ヤダグランドでやった練習試合で、急に龍馬、その、B だったのに、A の方のスタメンで。スタメンだよね、そう、なんかね。すごい、そういう流れかもしれない。そうそうそう。でもその週の練習からなんかもうめっちゃ褒められてたから。そう、一回認めてもらったりとかするともうね、うん、あれだったし。で、まあルーキーリーグでも結局結構出たっしょ、試合自体は。
もう最後の方は出てたね。最初は出てなくて、多分流刑戦から、真ん中ぐらい、じゃあ流刑戦から出始めたね。全然流刑戦とか覚えてない。俺も覚えてない。で、まあ、ルーキーリーグ終わりました、うん、終わるとさ、振り分けがあるじゃん、1年生、うん、何チームでした最初。 B だったの。 A チーム行ったのが2人で、 B が大体 4,5 人いたよね。ってことはもうルーキーリーグ終わるときには一応自分の代の上位6人ぐらいに入ってるってことじゃん。うん、本当短期間だけどさ、一応逆転したわけや。うん、なんかこれを変えたとかない？いや、なんか静岡入るときになんか自信あったんだよ、うん、知らないけど。で、最初下の方行ったけど別に、うん、まあ焦ってたけど最初は、うん、なんとかなるだろうみたいな、何も考えずに行って、うん、じゃあもう本当何かを変えたっていうより自分の持ってる力を普通に出してたみたいな感じか。そうだね。高2なんでずっともうトップだった？トップだったよ、ずっと。まあ、1回外れたけど怪我で。高2でちなみにトップ行ってたの俺らの代はまさきと龍馬だけだよね。インハイの2回戦で出て初めて、うん、でそこでなんか、うん、お前に動画見したんだけど、うん、3人くらい抜いて決めたやつ、うん、お前今でも覚えてるけど、相手カランコじゃねみたいな、誰でもできるねっつってお前俺今でも覚えてる。マジ、うん、全然覚えてないわ。インターハイぐらいからスタメン定着。いや定着じゃない、だからまさきがいなかったからその代わりに出て、3回戦出て準々も出てスタメン で、うん、で多分準決勝スタメン出たのかけど、うん、多分すぐ勝ってまさきと、で決勝は出なかった。全国は多分1回戦から全部スタメンで。あ、そうなんだ、うん、でそっからもうスタメンなんだ。トーナメントはなんか結構スタメンで出て、プリンスはその前期は全然スタメンで出てなかった。だからなんかトーナメントの男って言われてたなんか、ね、後期はプリンスの後期は多分スタメンで出てたと思う。じゃあ高2の真ん中ぐらいからスタメンになり始めたってことね、静学で。うん、まあ、今もそうだけど下の学年出るってなかなかね、難しいよね。俺らの代になった時はもう、高2から出てたのはまさきと龍馬だけだったから、うん、エースとしていくわけやん。自分たちの代の。まあまあ、どうでした？最初のスタートダッシュ的に良かったんだよ。新人戦前の。号砲ね。そうそうそう。浦和とかね、結構強いユースが出る大会で優勝して、うん、で、俺その時 MVP 取ったから、ね、そう、これはこの年いけるなと思って。で個人的にってこと？そうそう、個人的に、うん、もうで新人戦も優勝して決勝点決めて、新人戦も優勝して決勝点決めて、うん、でインハイの予選も優勝して決勝点決めて、はい、でそのぐらいの段階でさ、うん、なんか話はなかったの？インハイの全国の、うん、あ負けた後かな、 J2 から練習参加、まあ練習参加だけ来たけど、うんうん、その時にもう他の大学とか来てたから、うん、もう俺はちょっと大学選んで。そうなんだ。そう、静岡にいた3年間はさ、割と高1の最初だけまあちょっと悔しいっていうかさ、うん、したからさ、私そっからはもうエリート街道じゃエリート街道じゃん、うん、まあ、俺は他の人からすれば、まあ、まあ、うん、っていう感じだね。こっからです。はい、大学なんで国士館選んだの？だって国士館ってめっちゃパワープレイじゃん。走るしかない、走るしかできないの。うん、だからもうなんかサッカーって感じはあんましない、でサッカーを全然楽しめてはないかもしれない。そうね、あの岩木1年間全然楽しめなかった。